検出限界、定量加減の考え方を示した図。横軸は検出値であり、右側に行くほど大きい。縦軸は、その検出値となる頻度、または確率。黒線は、ブランク測定の理論値で、偶然誤差しかないときは、正規分布となる。スペランクは、ブランク測定の標準偏差。アルファは、第一種加護で、ベータは、第二種加護。赤線は、 実際の測定物の量が検出限界とちょうど同じ時の検出値の分布。検出限界とは検出できる最小量のことである。一般的に標準偏差を3倍したものを検出限界とすることが多い。この時、本当は測定対象は存在していないにもかかわらず、検出値が検出加減以上となったため、測定対象は存在していると誤って判断。 されてしまう確率は1%程度である。一方で、本当は測定対象は存在しているにもかかわらず、検出値が検出加減以下となったため、測定対象は存在しないと誤って判断、されてしまう確率は最大50%となる。定量加減とは、ある分析方法で、分析種の定量が可能な最小量、または最小濃度のことである。定量加減は、 検出限界よりも大きい。一般的に標準偏差を10倍したものを定量限界とすることが多い。分析科学における感度とは以下を指す ABCJISK0211 分析科学用語。ありがとうございます。